京都サンガ FC 高橋裕二、まあ、サッカーできるかできないかっていう下手したらそんぐらいのレベルの話だったんで、周囲の視線を釘付けにするイケメンディフェンダー高橋裕二のルーツ。1年目2年目の時はどんだけ頑張っても試合になかなか出れなかったり、辛い時は結構ネガティブな発言だったりネガティブな行動を取ることが多かったんですけど、そういうのをなんか前面に出しちゃったんで、想像を超すプロの壁、ピッチに立てない日々に自分を見失っていた。プロ5年目を迎えた今シーズン、サッカー人生を見つめ直すある出来事があった。まあ脳震盪があって、サッカーがやれない時期が多かったんですけど、まあ外から練習を見たり試合も見たりする機会が多かったので、まあ、サッカーできるだけで幸せだと思うし、その中でサッカーに対して悩めたり、楽しんだりできることは本当に幸せなことなので。今年の4月、突然襲われた大怪我、選手生命の危機に立たされた。そこで生まれた新たな思い。今は、まあダメな時でも365日あるわけで、そのうちの1日悪い日もあるやろうなっていう感じで、まあ、切り替えがうまくできるようになりました。崖っぷちに立たされたあの経験、前を向く大切さを教えてくれた。どうせやるならやっぱサッカー人生もそんな長くもないですし、思いっきりやりたいし、あと楽しみたいっていうのもあって、自分がサッカー人生を終えた時に悔いのないように終わりたいんで、今は、はい、がむしゃらに取り組みたいです。高橋裕二が伝えたいこと。もうポジティブにやってれば、まあ、自分もそうですけど周りにもいい影響を与えられるし、やっぱりポジティブにサッカーに取り組むってことですかね、はい。次回のフットニスタはガンバ大阪堂安律のルーツに迫る。